今回は実写版ワンピが意外にも高評価の理由があのシーンだと気づいた読者の反応集を紹介します。予告の端っこに銀みたいな帽子かぶった人いるって見たけど本当にいたんだ。実写だから当たり前だけどみんな身長普通なの笑う。ワンピースのロゴが変わるのテンション上がる。画像出てた時点で可愛いって思ってたけどやっぱり全然無視可愛い。ナミさんってめっちゃニコニコで腕広げるのにガンスルーされてゾロとウソップの方に抱きつきに行かれるのほんと惨事って感じで最高。シロップ村が造船が盛んな町ってのも了解編でいいな。シリーズ続いた時のウソップの臨時船大工にも説得力だそう。8話最後まで見たけどこの終わり方は普通に続編作る気満々で期待しかねえ。ウソップのビジュアルが好きすぎる。ウソップが出てきた時思わずわーウソップだーって思っちゃった。すげえ。今後の展開的に黒帯より蜂の方が必要なキャラな気がするのに、なんで蜂ちゃんカットなんだろ。腕の CG めんどくさいんじゃね。ウソップとルフィの出会いドラマチックでいいな。ウソップがメリーに最初から詳しいの、後の展開を考えるとメリーへの思い入れが強い説得力が上がっていいなと思った。ありとあらゆるセットが豪華で見てるだけでもワクワクするわ。序盤のゾロと波の殺伐さ加減最高に良い。あの緑髪とデブの羊って誰？原作にいたっけ？原作だとニャーバンブラザーズだな。黒が海賊だと分かってからの戦闘から出てきてるから羊とかはしてない。ブラザーズの猫背の方女の子になっとるやんけ。しかも結構可愛い。衣装とかよく凝ってるよね。黒のスーツにちゃんとうんこ模様が入ってて感動したわ。ミホークとガープの会話は原作はないより描写だよな。いまいちは見てる。声優さんってすげえ。最初、アニワンと同じ人だと分かってても、一瞬同じ。ってなった。ジェフ原作より出番めちゃくちゃ多くて嬉しい。ガープと会話してるシーン好き。コビーのめちゃくちゃ準主役ぶりすげえな。コビーもヘルメッポも好きだから嬉しいけどウソップやサンジより出番多くてびっくりだ。ゾロに波のこと知らないだろって言われてサンジがお前もだろってど正論かますの原作だとなさそうな言い合いで草。原作だとサンジが切れるギャグが結構多いけどジェフ相手以外で全然切れないから原作より煽り耐性高そう。ゾロに何か言われてもあんまり怒らないし、ウソップのホラにも乗りツッコミしないし。波に冷たくあしらわれてもメロリンしない分リアクションがにっこり笑って肩すくめるだけだから発火しなさそうなサンジ。原作よりもゾロの方からサンジに突っかかっていきそうだなって感じる言い合いが多かった情熱かぽい。最近原作でのコビーの成長をこの実写をより楽しめるな。コビーとヘルメッポの保管ありがてえ。ゾロがジェフにクソお世話になってる。ジェフ万能すぎる。続編ありそうな終わり方したけど続編でもガープコビーヘルメッポの出番多いんだろうか気になる終わり方でもあった。好きだから出番多かったら嬉しいけどさすがに尺足りなくなるか原作をさらに削りまくることになるからないかな。実写版イーストブルーで話をまとめるために必要な要素だっただけでアラバスタあたりならさすがにその3人の出番はなくなるんじゃないかな。それこそウォーターセブンで再会するまでは。海賊と海軍を同比率で対比させたいんだろうな。ジェフ基本の出番とゾロ治療とガープとの対談とでやること増えてるもんな。かっけえからありがたい。コビーガープの描写増やしたのオダッチの指示なのか。脚本家は別だから全てが全てオダッチの考えではないと思うけどどうなんだろうね。ゾロの二度と負けねえからのシーンかなりあっさりしてたな。その後のゾロが大怪我したの湿度高いシーンの方が多かった。ギャグがない分ルフィたちが原作よりあっけらかんとしてないからめっちゃ心配する&ジェフの出番だからかもしれないが。名シーンがあっさり君はちょっとわかる。ゾロもだけどサンジがバラ系出てくところとかも結構あっさりめ。ウソップの旅立ちとベルメールさんがアーロンにやられるシーンは原作よりというか熱量あってよかった。なんかこう、解像度上がるとこの時代に海賊になりたい、っていうのやばいよルフィ。ってなる。実写ガープみたいな対応になっても仕方ないだろこれは。新世界まで行ってそうな猛者感のあるジェフだったな。そういえばギャグほぼなかったな。ギャグのないワンピースってこんな感じなんだ。ジェフ檻の中で海軍のまんま食べたって言ってたの笑ったわ。捕まったことあるんかい。しっかり捕まってしっかり脱獄してるわ子供サンジに対する脅し文句怖すぎるわでちゃんと海賊してた。ギャグがないせいか自分がこの中にいたら雰囲気悪くて逃げ出しそうになる一味のシーンが多かったけどコメディじゃない洋画はこんなんかな。バラ系でルフィゾロウソップが波をからかうシーンがあったけど本当に最低で笑った。もっと切れていいぞ。ああよしやかしリアルであるよなーってしみじみ思った。波をこれ。このシーンゾロからからかい出すし。マダム失礼しましたわ性格悪すぎてじわじわ来る。ミホークお前、ちゃんとガークからの電話取るんか。原作でよく上がる名場面は少なめな印象だった。ガープの話が多いのと原作の余白のシーンのオリジナルが多いかな。ロープ結びとスピード将棋の下りはいい意味でワンピースらしくない折り描写で好きだわ。アルビダ船で働いてた経歴を見抜いてコビーの素質を伸ばすガープは原作より指導力ありそう偏見。黒怖すぎてジャンゴやウソップ海賊団いないの忘れてた。シロップ村を造船の村にしたの良いアレンジだよな。
この世界線のウソップがウォーターセブン行った時の様々な思いを想像すると辛いが、バニーのギャグシーン大体好きだったわ。千葉さんの声が似合いすぎる。もしかしてだけどこの脚本にオダッチ OK 出たってことはウソカヤは本当に存在すると思っていいのか。20年越しの衝撃なんだが、ゴアのロゴサンジじゃなくてゼフヤンケ、めっちゃ可愛くて草。アキラボスの登場演出で手配書がバーンって出るの好きだわ。懸賞金のインフレがヤバすぎるからロジャーの手配書だけベリー表記が見えないようになってたけど。わかるわあれ好き。紹介されたキャラがあれをぐしゃってやったり切り裂いたりするのも良い。こういっちゃなんだけど意外とスレが立ってないのでアニマン民のお行儀いいな、と思ってる。単にまだ見てる人数が少ないだけか。このスレ以外でどこまで感想を言っていいのか困ってるアニマン民が多い気がする。新しく立てたいネタがあってもそれだけでネタバレになるし。すごい強敵感あったのに波をけなしたせいで切れた三次にあっさり倒された黒帯に悲しき現在。ゾロがまずかったなって秒で三次の性格理解してるのくさ。倒した後技名に触れて強い奴は技名叫ぶっていう三次にお前もか、ってなってるゾロで笑う。予告でルフィがゾロに強い奴は技名を叫ぶんだって言ってるの見て三次はどうするんだろうと思ったら三次は元からルフィと同類だった。三次がルフィと全く同じこと言って呆れてるゾロが良かった。たまに人を殺したことありそうなのだね、みたいなスレたってゾロはどっちの意見も見たけど、実写のゾロは確実に人殺してる描かれ方してて個人的に解釈一致だった。吹き替えのキャストの海賊A神谷博士に笑ってしまった。モブから七部会になった男。嘘かやありがとうございます。ありがとうございます。ただひたすらこれだった。3話見始めたんだけど嘘かやに喜ぶ以上にニャーバングラーズ片方女体化してるのなん、に持ってかれてしまった。やたら可愛くて困る。実写の1、2は明確に描かれたゾロ以外にも波と三次も一人はやってそうな雰囲気と気迫がある。裏で殺してそう。バギーのサーカステントとかカヤのお屋敷とか戦闘の舞台がオシャレなのめっちゃいい改変だな。ガープがミホーク派遣したのシャンクスとの因縁知ってたからか。その帽子は悪くない。ってんのちょっと笑った。出番がマジでほんのちょっとしかなかったクリーク悲しい。役者イケメンで似合ってたからもっと見たかった。アルビダのこいつは一生私のものだ。ずっとねっていう字幕とか日本語版もコビーは私のだ。これからもずっとっていうセリフも女王様身があって好きすぎる。なんかガープ原作とあんま沿ってない気がする。気のせい。なんかコビーを準主役に添えたいから他の海兵の役割もガープが全て負ってるって感じする。ゾロ、サンジの手も汚してねえくせにはサンジのポリシーをまだ知らないから言えるセリフって感じ。まだお互いのことを知らないのがわかるのいいな。衣装も凝ってていい。おかげでアルビダに惚れてしまったんだが誰か助けてくれ。オリジナル描写がすごい。ただギャグ描写が減っててその煽りをガープとかが受けてる気がする。テレビに接続してみるときはシネマモードにして見てみてほしい。暗いところもよく見えるし迫力が出るよ。サンジの料理に釣られるの事故可愛かった。サンジとの事故は終盤の料理のレシピが欲しい。門外不出だからワンツーマンでレッスンはどう？遠慮しとくってさっぱりなやりとりも好き。